1960年の野球において、メジャーリーグベースボール優勝決定戦の第57回ワールドシリーズは、10月5日から13日にかけて計7試合が開催された。その結果、ピッツバーグパイレーツがニューヨークヤンキースを4勝3敗で下し、35年ぶり3回目の優勝を果たした。両チームの対戦は、1927年以来33年ぶり2回目。7試合を通して、得点は、ヤンキースの55得点に対しパイレーツは27得点。打率は、ヤンキースの338に対してパイレーツは256、本塁打はヤンキースの10本に対してパイレーツは4本といずれもヤンキースが圧倒していた。しかしパイレーツは敗れるときは10点以上の大差をつけられる一方で3点差以内の接戦はものにして3勝3敗でシリーズの行方を最終第7戦までもつれ込ませると、その第7戦にはビル・マゼロスキーのサヨナラ本塁打で勝利して優勝を決めた。ワールドシリーズでのサヨナラ本塁打は3年ぶり4度目で、サヨナラ本塁打による優勝決定は史上初、最終第7戦に限れば2020年現在も史上唯一である。シリーズ MVP には第3戦でシリーズ史上最多の1試合6打点を挙げるなど7試合で打率367.1 本塁打、12打点、オプス 1.054 という成績を残したヤンキースのボビー・リチャードソンが選出された。2020年現在、シリーズ敗退チームからの MVP 選出もまた、今回が史上唯一である。1960年のワールドシリーズは10月5日に開幕し、途中に移動日を挟んで9日間で7試合が行われた。日程。結果は以下の通り。勝ち、バーノン・ローハイ、アート・ディトマーエス、ロイ・フェイス・ボン、2ロジャー・マリス1号ソロ、エルストン・ハワード1号2ランピットビル・マゼロスキー1号、2ラン審判、球審、ダスティ・ボーゲス、塁審、1塁、ジョニー・スティーブンス、2塁、ビル・ジャッコースキー、3塁、ネスター・チャイラク、外審、左翼、スタンダンズ、右翼、ジム・ホノチック試合時間、2時間29分観客、36,676 人、詳細、baseball-reference.com マサル、ボブ・ターリー負け、ボブ・フレンド S、ボビー・シャンツ、本、にミッキー・マントル1号2ラン2号3ラン審判、球審、ジョニー・スティーブンス、塁審、1塁、ビル・ジャッコースキー、2塁、ネスター・チャイラク、3塁、ダステ・ボーゲス、外審、左翼、スタンランズ、右翼、ジム・ホノチック試合時間、3時間14分観客、37,308 人、詳細、baseball-reference.com マサル、ホワイティ・フォード杯、ウィルマー・ミゼル本、2ボビー・リチャードソン1号満塁、ミッキー・マントル3号2ラン審判、球審、ビル・ジャッコースキー、塁審、1塁、ネスター・チャイラク、2塁、ダスティ・ボーゲス、3塁、ジョニー・スティーブンス、外審、左翼、ジム・ホノチック、右翼、スタンランズ試合時間、2時間41分観客、71,000人、詳細、baseball-reference.com マサル、バーノン・ローハイ、ラルフ・テリエス、ロイ・フェイス・ボン、2ビル、スコーロン1号ソロ審判、球審、ネスター・チャイラク、塁審、1塁、ダスティ・ボーゲス、2塁、ジョニー・スティーブンス、3塁、ビル・ジャッコースキー、外審、左翼、スタンランズ、右翼、ジム・ホノチック試合時間、2時間29分観客、67,812 人、詳細 baseball-reference.com マサル、ハービー・ハディックス杯、アート・ディトマーエス、ロイ・フェイス・ボン、2ロジャー・マリス2号ソロ審判、球審、ダスティ・ボーゲス、塁審、1塁、ジョニー・スティーブンス、2塁、ビル・ジャッコースキー、3塁、ネスター・チャイラク、外審、左翼、スタンダンズ、右翼、ジム・ホノチック試合時間、2時間32分観客、62,753 人、詳細、baseball-reference.com マサル、ホワイティ・フォード杯、ボブ・フレンド審判、球審、ジョニー・スティーブンス、塁審、一塁、ビール・ジャッコースキー、二塁、ネスター・チャイラク、三塁、ダステ・ボーゲス、外審、左翼、スタン・ランズ、右翼、ジム・ホノチック試合時間、2時間38分観客、38,580 人。詳細、baseball-reference.com マサル、ハービー・ハディックス杯、ラルフ・テリー本、ニビルス・コーロン2号ソロ、ヨギ・ベラ1号3ランピットロッキー・ネルソン1号2ラン、ハル・スミス1号3ラン、ビル・マゼロスキー2号ソロ審判、球審、ビル・ジャッコースキー、塁審、1塁、ネスター・チャイラク、2塁、ダスティ・ボーゲス、3塁、ジョニー・スティーブンス、外審、左翼、スタン・ランズ、右翼、ジム・ホノチック試合時間、2時間36分観客、36,683 人、詳細、baseball-reference.com、ハートボールタイムズのクリス・チャフは2011年10月、歴代のポストシーズン各シリーズについて、面白さの数値化を試みた。1点差試合は3ポイント。1から0の試合ならさらに1ポイント、さよならゲームは10ポイント、さよならが本塁打によるものならさらに5ポイント、7試合制のシリーズが最終戦までもつれれば15ポイント、などというように、試合経過やシリーズの展開が一定の条件を満たすのに応じて、ポイントを付与することで、主観的ではなく、定量的な評価を行った。その結果、今シリーズは 84.5 ポイントを獲得した。2011年のリーグ優勝決定戦まで、計262シリーズの平均45ポイントを上回っており、また1960年代10年間では最高の数字だった。ありがとうございます。